やはりここへたどり着いたか。進化の森人。おお、セレンの園か。懐かしいの。この場所へ来たということはまだ仲間になる気はないようじゃ。あなたたちもこの場所は？もちろん知っています。この園は私が作ったものですから。え？それはそうと、てめえなら気づいたはずだ。ここの水道橋は各時代を象徴する種に対応している。あの弱々しく流れ出ている想念はてめえらエタニア人のものだ。ラクリモサほどの摂理に暗唱するには膨大な想念が必要だ。想念の木を見ればおのずとわかる。あの木はまだまだ若い。地上で生きた過去の種の想念を積み重ねても未だ足りていないのだ。すでに黄色の余地とやらで見えているのじゃろう。この時点で滅びゆくエタニア人を救う術などありはせん。あなたは最後まで本当によく頑張りました。だからこそ理解したと思います。ラクリモサを止めることが到底不可能であるということを。ここが、この園が最後の頼みの綱だった。ダーナさん、今日のところはこれで失礼するとしましょう。もしその気になったらいつでも私たちを訪ねてきてください。あなたはもう進化の森人の一員なのですから。もしかしてと思って最後に呼びかけてみたけど、やっぱりダメみたいだね。あなたは？いつまでこうしている気だ。相次ぐ天変地異によってすでにエタニア人すべての命が失われた。親友であったオルガとやらもこの世を去ったのだろう。オルガちゃんは王宮に残った人たちをまとめて最後までエタニアを導こうとしたよ。とっても立派だった。そうか、私が言うのもなんだが、もう楽になっていいのではないか。この上お前は何のために。私には、私にはまだ助けられる人が残っているから。一体誰のことだ。エタニア人たちはすでに。うん、そうじゃない。遠い未来でラクリモサと対峙するアドルさんたち、そして進化の森人という呪縛に囚われ続けているサライちゃん、あなたたちを助けたい。
気づいていたのか。私たち森人を呪縛から解放するなんて意味のない話だ。それにそれが何を意味するか分かっているのか。森人のみんなが私を見る目、まるで自分自身を見守るような目をしてるから。な、何を、まさか。なぜそこまでできる。No.
片付けるか。もう仕方ない。皆さんのご協力に感謝します。
と言われる種類だね。この辺りは周囲の様子もちょっと違うようです。金域の奥の楽園というわけか。何か？ Yeah!
として一応改めて挨拶しておこう。私はグリゼルだ。肩書きは紹介の通りだが、この島ではそんなものは腹の足しにもならない。私のことはただの漂流者と思ってくれ。はい、どうぞ。またどうぞ。はい。